なんや、揉め事でもありましたん？毎度。あれ、どないのやか。なかなかの見物やて。ええ加減にせ。安いし、うまいね。あ？え？あ？え？え？いや。おい。え？いや。
ん？Sugar!
これいいものですよ。もう一回回せますよ。やめておきますか。気ぃつけろや。そこそこ止まれ。おい、ふぬけだ。そうですね。あれだよ。
なってますよ。さあ、どないですか？どないですか？ここにあるもん、みんな新鮮。見える。そないなメガネがある。Come on!
なんやあれ。謝りの件。謝りの件で。払えて。おっと、たく気ぃつけろや。なんでも、長崎に通えないもんだ。謝りもせんで。Shoot it!
な無理や。そうやったんやって。
え？ん？なに？おう。気ぃつけてや。
ごめんなさい。反省してますけど。
お客さん、見て番号を通すって。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。なあ、あれ、あそこ見ておくれやす。どうも、おおきに。人を守るのが仕事ちゃうの。ここにあるもんみんな新鮮。おっと、おっと、なぞったね。さあ、バンバン鋼鉄や。さあ。あらあら。
や、これいいものですよ。もう一回回せますよ。出た。あー、これ何個目ですっけ。もう一回回せますよ。これ何個目ですっけ。あかんよ。
何やあれ。何やあれ。いらっしゃい。ほら、また。さあ、どうぞ。いらっしゃいませ。いい味だ。
また。なんか用事？あらね。you
どうも、お越しやす。新堀松助ってもんだが。へいへい、そらどうもご丁寧に。新堀様でいらっしゃいますね。風呂は奥でございます。どうぞ。おいでやす。ごゆっくり。新堀松助だ。話は聞いてるよ。この風呂は貸し切りってわけか。ああ、他には誰も入ってこねえ。安心だろ。あんたがサイの風呂や。そうだ。あんたは斎藤はじめ。自己紹介はいらねってわけか。まあお互い知りすぎるのはやめにしとこうや。なかなかいい湯だな。新堀から聞いているだろうが、天然理心流の使い手を探している。ああ、だがその前になぜそいつを探しているのか理由を聞かせちゃもらえねえか。余計な詮索はなしだ。その分金も払う。俺の情報料は浪人者に払える額じゃねえぞ。まあ今回は前金でもらってるがな。新堀からか。そういうことだ。何者なんだあいつは。長州藩の新堀松助。それ以上は知らん方があんたのためだ。そうだ。だがそっちが先に詮索してきたんだ。好奇心がねえとこんな仕事続かねえんだな。まあ分かったよ。さっきのは忘れてくれ。試しに聞いてみただけだ。初めから仕切り直そう。天然理心流の使い手だ。どこにいる。ああ、まず順を追っていくが、天然理心流ってのは唯一紫衛館って道場に伝わる田舎流派だ。その紫衛館の連中が1年くらい前に江戸から京に登ってきた。あんたが知っているのはそこまでだったな。ああ。その後京に入った紫衛館の連中はある組織を作り上げたんだ。ある組織。その目的は幕府を後ろ盾とした京の治安維持。主に倒幕を画策する勤皇志士を取り締まることだ。何それって。ああ、そのある組織ってのは新選組だ。紫衛館の人間が今京で志士たちを切りまくっている新選組の幹部ってわけだ。そもそも新選組局長の近藤勇って男、こいつが天然理心流の4代目宗家でな。近藤を含めた免許改伝者6人が新選組幹部となっている。副長の土方歳三、総長山並圭介、1番隊隊長沖田総司、2番隊隊長長倉新八、6番隊隊長の井上源三郎、そして8番隊隊長の藤堂平助。みんな京で名を挙げている人斬りだ。それじゃあ天然理心流の使い手は今は全員新選組にいるってことか。ああ、京に来た頃連中はまだ田舎流派と馬鹿にされていたが、すぐに大流派の勤皇志士さえ末物みてえに斬りまくった。そこへさらに千人の人斬りが集まったのが今の新選組だ。戦国時代でさえここまでの人斬り集団はなかったろう。
その新選組幹部の中で1年前に土佐へ行った男はいるか。え？そんなの調べちゃいねえよ。それに調べろと言われても難しいな。そいつは新選組の懐に深く入って初めて聞き出せる情報だ。時間がかかりすぎる。そうか。するとあんたが探しているのは1年前土佐にいた天然理心流の使い手ってわけか。どうしてもそいつを探れってんなら相当弾んでもらわねえとな。いや、目的の男が新選組にいるのは確からしい。ここから先はこっちでやる。ほう、どうやって調べる気だ。ああ、ちょっとお客さん、今貸し切りでさかい。なんだ。いや、わからねえ。すまん、親分、そいつがどうしてもお風呂に入れろ言うて。入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだが。そしたらわしが風呂屋に来る前に知らせに来とくんやったな。わざわざ店まで来た客に帰れ言うんか。ちっ、入るんならさっさと入れ。いつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえ。サイの風呂屋言うのはお前か。とぼけても無駄やで。チーと調べてもらいたいことがある。なんじゃこれ、このダフ。早く水で埋めんかい。おい、あ、どこの大将だか知らねえが、何をそんなにイラついてやがる。何やと。じゃあな。ああ、待てや悪い。誰がイラついとる言うた。もう一遍言うてみ。誰がイラついとるって。手を離せ。遊びじゃ済まなくなる。へえ、望むところや。おい、少し騒がせ。ったく、参ったな、こりゃ。いい加減せえへん。
出発。エクサユティ、何もいい。そいつはこっちのセリフだ。おい、冷た。お前らいい加減頭冷やせ。続きがしたきゃよそでやるんだな。おい、なんだ。これからいっぱいおごらせてくれ。おごられてやるよ。へえ。大した羽振りだな、あんた。せやけど、男にはめったに怒らんで。せやからわしはあんたを気に入ったっちゅうことや。あんた、国はどこや。身の上話をするにはまだ酔いが足りねえ。アホか、わしより飲んどるやないか。あんた、サイの風呂屋に踊ったが、何の情報交換や。そこまで話す義理はね。それよりあんたこそ、情報屋に仕事頼みたかったんじゃねえのか。ええ、あんたと殴り合うたおかげで頼み損ねてもうた。そや、わしが買いたかった情報が何やったか話したら、あんたも話すか。いや、そいつはごめんだな。ま、ええわ。別にわしの方は隠す必要もあらへん。わしの欲しかった情報は、新選組局長近藤勇についての全てや。何？あいつはほんまムカつく男やで。あの何もかんも見透かしたような目。あんたが古屋で言うたら、わしのイラつきの原因があいつやったんや。あったのか、近藤勇に。おう、おうたで。あんたと古屋でおうたほんの少し前。あんた知っとるか、近藤は百姓上がりのにわか侍や。それが剣を取った途端、なんたらいう流派を継いだっちゅう。天然理心流だ。ああ、それや。そのにわか侍が目合わせただけでこのわしに汗かかせよった。今日はおかしな日や。近藤といい、あんたといい、
強い男にやたらと会う。あんた、どこで近藤勇に会ったんだ。なんや、あんた近藤に会いたいんか。相手は幕府お抱えの人斬り集団や。その局長ともなれば簡単に会うことはできん。せやけど手がないこともないな。なんだ。無理やり新選組の屯所に押し込むか、それとも新選組に入るか。せや。なら、あんたはどうやって会いに行った。わしは近藤に会いに行ったんとちゃう。向こうから会いに来たんや。なんだと。あんた何者なんだ。やっと聞いてきたな。せやけどわしはもうヨタで。酒の次はそろそろ女や。あら、今日の女子はいい。今で育った国の女子とは大違いや。もう先生、宿すえ。おいどんな、薩摩藩軍部役をしちょる西郷吉之助でごわす。薩摩の西郷吉之助。ほな、いずれまた。ご存知ですか、薩摩藩いうところはあの西郷先生の一声で舵を切らはりますえ。ああ、その分敵も多いお人やさかい、わざと大阪なまりでしゃべらはるし、めったなことで名乗らはりまへん。お客はんは先生にたこを買われはりましたな。何万だぶ何万だぶ。お役人はまだ来てへんの。新選組がやったんとちゃうか。それやったら近くにおるやろ。やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、父さんの島田裕平。恩師、今日に来ちょったかい。島田裕平は口の軽い男じゃったき、面倒を起こす前に始末する必要があったがです。お前が島田をやったのか。だが、わしは敵じゃありませんよ、龍馬さん。あんたとやり合うつもりはないき、今夜ムクロガイに来ていただけますか。ムクロガイ。場所は寺田屋の人間に聞けばわかります。俺に何の用だ。来ればわかりますき。では。
しうまいね。またよろしく。今日守るのは仕事ちゃうの。まあ、おかえり。何とでも言ってくれ。それよりお寮、ムクロガイを知っているか。ムクロガイ？あそこ無宿の巣窟？地元の人間どころかお役人もよう近づかん。お尋ねもんやら無宿人の吹きだまり。なんや、そこら中に身ぐるみ剥がされた死体が転がっとるいう噂や。今から案内を頼めるか。近くまででいい。あんた話聞いとらんかった？あないな場所誰も近づかん言うとるやないの。お涼ちゃん、ええよ、俺が案内するわ。どうせあそこは俺が船出さないからへんし、なったら遠くから見てすぐ引き返せるさかい。ああ、頼む。うちは知らんよ。ほなお客さん、準備ができたら声かけてくれまっか。それとももうよろし？ああ、大丈夫だ。ほな船の準備していきますわ。せやけど、アンさん、ムクロガイなんかに何の用でっか？お呼びがかかってるんだな。お呼び？ほな、やっぱり遠くから見るだけですまんのでっか？ああ、人に会うことになっている。ま、そんなとこや思ってましたわ。そういや、なんでムクロガイって呼ばれてるか知ってまっか？ほんまは六門町っていう土地なんですけど、かなり昔に洛外で一番大きなお寺があったらしいですわ。そこに高名なお坊さんがおったようで、不治の病にかかったもんや夜逃げしたもんを大勢世話しとったようです。それから数年後にどうやら流行り病がそこで見つかったようで、お寺の住人みんな土に埋められたらしいんですわ。実際あそこの土掘り起こしたら山ほど骨が出てくる。そんで通称ムクロガイって呼ばれるようになったんですわ。今じゃ無法者のたまり場です。アンさん、長いはせん方がええで。そろそろ見えてきましたで。手間かけさせたな。お帰りはどうなさります？なんとかする。あんたは帰ってくれていい。へい。We'll be right back.
あんた。なあ、どうせ金。ここに何の用だ。有賀に置いてけや命は勘弁してやってもいい。腰の門を捨てろ。俺は坂本龍馬だ。編笠の男に呼ばれてきた。そん男はわしの客ぜよ。なるほど、お前だったのか。いいぞ。兄弟も一緒ってことか。さあな。いいぞ。久しぶりぜよ、筆頭。1年前のわしとは一味違うき、よう見ちょれ。1年前の剣とはさっきが違う。土佐抜けてから大勢切ってきたということですか。
さあな。何の真似だ。今のあなたをこの目で確かめる必要がありました。1年ぶりに会う人間をそのまま竹地先生のもとへは通せませんき、ご無礼をお許しください。やっぱり兄弟もお前と一緒に今日に来てんだな。ええ、ですが今の先生は例の新選組にしつこく狙われる身、人目をはばかっております。兄弟はどこにいる。このムクロ街の一番奥で筆頭をお待ちです。案内しちゃもらえないのか。ええ、わしは今もあんたが嫌いですき。ふん、なるほどな。兄弟なのか。よう、見違えたな。ああ、伊蔵が試すような真似して悪かったな、龍馬。今京の町で人に会うのはえらく用心がいるんだ。いや、それより兄弟はいつ京に。何言ってんだ。お前が来るよりずっと前からだよ。もっと行け龍馬。お前と飲むのも久しぶりだ。今京にいるってことは、まさか兄弟も土佐を脱藩したのか。あれから土佐で何があった。おやっさんが死んだあの日から。まず言っておくが、俺は土佐を抜けたわけじゃない。それどころか身分を格上げされたんだ。格上げ。ああ、今の俺は土佐藩京都留守役だ。白札格子から上司に格上げされた上でな。あんたが
上司にだと。全ては1年前、お前が土佐を抜けてまで俺を救ってくれたおかげだ。金の戸は生き残り、それを後ろ盾に俺はあの土佐の老人たちと手を組んだ。何？それじゃ兄弟はおやっさんを殺した黒幕かもしれない連中に頭下げたってのか？ああ、そういうことになるな。聞いてくれ龍馬、今重要なのは土佐だけのことじゃない。俺は日本全体を変えなきゃならねえと考えてる。つまり倒すべきは土佐藩よりもそのさらに上で階級支配をする徳川幕府だ。幕府を倒す。ああ、それが俺とおやっさんが目指した先にあるもんだ。だから俺は土佐の老人たちに下ってまでこの京に来た。龍馬よ、これから時代を動かすにはやはり帝のいるこの京だ。幕府を倒そうって勤皇の志士たちが日本各地から集まっている。彼らは帝を中心として倒幕勢力を増やそうとしているんだ。それこそが勤皇なんだよ。兄弟は本気でそんなことができると思っているのか？ああ、だが俺だけじゃない、おやっさんもできると考えていた。徳川300年の階級支配は衰え始めている。黒船の脅威が日本中の勤皇志士を奮い立たすんだ。今しか幕府を倒す機会はない。俺はなるよば、京に来て以来倒幕に向けた朝廷工作を仕掛けてる。おかげで幕府は俺を見つけて殺そうとは躍起だよ。それでこんなとこに隠れてんのか？まあな。だがそれより龍馬、お前はこの一年どうしてたんだ？俺は今もおやっさんを切った覆面の男を探している。あの時のあいつの剣さばきを手がかりにしてな。あの剣の達人だったおやっさんを切るほどの腕、そのくせ主だった大流派にはない剣筋、それでたどり着いたのが天然理心流だった。天然理心流？江戸近くの司令官という道場でのみ伝承された流派だ。使い手はそう多くはない。そして今日その流派の人間の所在が分かった。どこなんだ？新選組だ。新選組局長近藤勇が今の天然理心流宗家だ。新選組だと？それじゃあの近藤勇が土佐まで来て親さんを殺したってのか？いや、天然理心流の使い手は近藤一人じゃない。新選組幹部の大半が天然理心流の使い手なんだ。俺はその中に例の覆面の男がいると見ている。なるほどな。だから俺はそいつを見つけ出すために新選組の懐に入り込むつもりだ。なんだと？龍馬、お前は何て言った？俺は新選組に入隊する。お前、自分が何言ってるか分かってんのか？
もう決めたんだ。情報屋を使って調べられることは全部調べた。この先覆面の男を追うには他に手がない。ダメだ、危険すぎる。お前は俺と一緒にいるんだ、龍馬。今の俺の力ならお前が土佐に戻れるようにもできる。もうこれ以上おやっさんを殺した犯人を追う必要はない。復讐は忘れろ。それに新選組に入ったとしてどうやって覆面の男を特定する。顔もわからん、声もわからないんじゃどうしようもねえだろう。一度は命をやり取りした相手だ。そいつと生き死にかけて切り合ってみりゃわかるはずだ。何意地張ってるんだ龍馬、考え直せ。金の堂に戻って俺と一緒におやっさんの志を引き継ぐんだ。おやっさんだってお前にそれを望んでるはずだ。おやっさんはお前に言ったはずだ、俺と一緒に土佐を変えてくれと。言いたいことはそれだけか、たけしさんよ。龍馬、どんな理由があろうと俺はおやっさんを殺したかもしれねえ奴らと組む気はねえ。なんだと？あんたは目的のためなら誰とでも組んでどんな手でも使うってのか。龍馬、土佐を変えるにはまず幕府を倒さなきゃなんねんだ。一介の豪士がそれをやるには手段なんか選んじゃいられねえ。そんなこと土佐人のお前ならわかるだろう。そんな話してんじゃねえよ。死んだおやっさんに胸張って土佐変えるために頑張ってますって言えるのかって聞いてんだ。どうなんだ、答えろ。俺はおやっさんに胸割れるさ。何恥じることなく堂々とな。何だと。逆に聞くか、お前がしてることはそんなに誇らしいことなのか、龍馬。今さらおやっさんを殺した犯人を見つけ出したとして何になるんだ。そんなことをしておやっさんが喜ぶとでも思ってんのか。そんなことだと。ああそうだ、おやっさんはな、新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ。自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたわけじゃねえだろ。違うのか、龍馬。意地になるな。俺らがすべきことはもっと他にあるはずだ。じゃあ忘れろっていうのか。あんたはおやっさんを殺したやつのことはもうどうでもいいっていうのかよ。俺だって忘れられるわけがないさ。だがもっと大事なことがあるというだけのことだ。今度会う時には兄弟って呼べないほどあんた遠くに行っちまってるかもしれないな、龍馬。俺はあんたみてえに人間が器用にできちゃいねえ。おやっさんが誰になぜ殺されたのかをどうしても知る必要があるんだ。それが分からない限りほら一歩も前に進めやしねえんだ。土佐を脱藩して1年、坂本龍馬は今斎藤はじめの偽名で京に潜伏し覆面の男を追い続けていた。
手がかりはただ一つ、東洋を殺した剣、天然理心流。やがて龍馬はその使い手が身風呂と呼ばれる新選組の古参幹部たちだったことを知る。すべては吉田東洋の敵を討つため。苦悩の末龍馬が選んだ道は斎藤はじめとして新選組へ潜入することだった。たとえそれが兄弟との絆を断つ決断だったとしても。どないしたん、大声出して。お客さんがびっくりしてしまうやないの。おかみさん聞いてえな、はじめさんが新選組に入るなんて言うとんのよ。え、それほんまなん？ああ、アホやね。ほらみ、毎日ブラブラしてはったくせに急に何のつもり。新選組ってのはえらく羽振りがいいって聞いてな。見入りはいいし、組の名前を出せば随分融通が効くらしいじゃないか。ああ、確かにそうらしいけど。それにあそこは老子の集まりだ。腕さえ確かなら身分も関係ない。俺が宿代を稼ぐのにうってつけだ。何言うとるの、あんた宿代のために人切るん？身風呂になんかなったら飽きまへん。身風呂？新選組のあだ名や。昔は身風呂し組っちゅう名前で暴れ回ってたんや。身風呂し組。身風呂の野良犬はカモも食い殺すってな。よう噂されたもんや。なんだそれは。なんや、そないなことも知らんの？身分の浪士組には最初局長が二人おったな。今の局長さん近藤勇ともう一人芹沢かもいう人。その芹沢さんが近藤勇の一派に殺されたんやって。身内のいざこざか。近藤勇と芹沢かもはどっちが偉いかでいつも言いがみおうてたらしいわ。それで近藤さんは芹沢派の全員を殺してしまったんやと。八つ咲きにしてな。ほんまおっかない話やで。相当危険な連中のようだな。連中は腰に大小刺しただけの野良犬やさかい。はじめさんぼーっとしとるからな。あんたがもし新選組入ったら早死にするだけやで。なあ、あんな野良犬たちの仲間なんてやめた方がええって。野良犬か、随分と嫌われたもんだな。それにうちのお客に新選組がおるなんて噂立ったら誰も寄りつかんようになって商売上がったりやわ。そもそもはじめさん剣術なんてできるん？ま、そこはそれなりにな。じゃあ行ってくる。ちょっとはじめさん。なあ、働く気になったんはええけど、もっと普通の仕事でええやないの。悪いがもう決めたことだ。あんたらには迷惑はかけない。はじめさん、これ以上話しても時間の無駄だ。あれで結構頑固なとこあるんやな、はじめさんも。
だから見える。そないなメガネがあるっていう話。じゃあそうなってますよ。いい感じはそんやれ。お得ですよ。ここにあるもんみんな。さあどうぞ。安くなってますね。なあ、金持ってるんやろ。食いもんでも売れるもんでもええ、なんでもええから恵んでくれや。聞こえてへんのか。なあなあ、金持ってるんやろ。
何？
俺の負けや。なんや。何いたします。せやで。さあさあ、いかがでしょう。ここか。ご用件は？入隊希望だ。それはそれは、ようこそおいでくださいました。この先を曲がったところで試験を行いますので、どうぞこのままお進みください。そうそう、その前に失礼ですが、お住まいはどちらで？ここは腕さえ立てば素性を問わないと聞いたんだがな。そういう意味じゃありません。あなたの死体の届け先を聞いておきたいんです。何だと？何分荒っぽい試験ですから、人死にが出るのも日常茶飯事でしてね。なるほど。だが俺が死体になることはない。あんたの世話にはならねえよ。そうですか。それは失礼いたしました。来たか。今日は大量だな。これは後で掃除が大変だ。終わりや。早医者にかかった方がええ。命は助かるやろ。次は誰や。野良犬とはよく言ったもんだな。心配になってきたぜ。半端な腕やから切り落としたまで。あんたも心配なんやったら帰った方がいい。俺が心配しているのは、あんたを切っちまうと不合格なのかってことだ。心配すな。そん時は文句なしで合格や。ついでに二番隊隊長の席も譲ったる。二番隊隊長？俺の席や。新選組二番隊隊長長倉新八。二番隊隊長の長倉。俺から一本取れば合格や。武器は何つこでも構わん。
とにかく相手に勝てばいい。流派も武器も関係なし。それが新選組っちゅうところへ。さあ、いつでもええ。かかってこい。その前に一つ確認しておきたい。何や。あんた、新選組にはもう長いのか。ああ、結成前からの付き合いや。それがどないして。つまりあんたは新選組の古参幹部、天然理心流の使い手ってわけだな。なんや、目的は新選組やのうて道場破りっちゅうことか。そんなことはない。ただ確認したかっただけだ。そうか。試験なんぞで出す気はなかったが、あんたにはこっちの構えで相手したる。これが天然理心流。覚悟はええな。ああ、くそ、ほら、ほら、
長倉さんと渡り合ってやがる。何者だあいつは。俺の天然理心流の攻撃を受けても死なん奴がおるとはな。お前ならここでも生き抜くかもしれん。何を言ってる。合格や。まだ一本取ってないか。金や権力に釣られただけの半端な腕やったら無駄に死ぬだけ。せやけどお前はちゃう。新選組によっても生き残るだけの力がある。それを見極めるためにこんな荒っぽい入隊試験をしてるってわけか。新選組は強ないとあかんねえ。強な奴は遅かれ早かれ殺される。強い奴だけが生き残れる場所。そういうとこなんや。で、俺の天然理心流はどうやったんや。期待に応えることはできたんかい。相当な腕前だな。だが、あんたの剣筋には殺意がない。俺が探していたもんじゃない。うん。いや、気にしないでくれ。独り言だ。新選組に入ったからにはもっといろんな古参幹部連中に剣の稽古をつけてもらわないとな。名前は斎藤はじめだ。斎藤か。取ってつけたような名前やな。歓迎するで。新選組はいつから青春活劇の舞台になったんや。甘いな、新八ちゃん。甘々や。掃除。掃除って、あの。せや、わしがあの一番隊隊長、沖田掃除や。聞いてた噂と随分違うんだな。あ？その面のどこが美少年だ。はあ。今度の新入りは目が悪いの。
試験はもっと厳しくせなあかんで。そないなことしてたら全員死んでしまうやろ。これは入隊試験なんや。実力が分かればそれでいい。そうかいな。ほんまの実力ってのはもっと追い込んでから分かるもんちゃうか。それをやった結果がその血の羽織やろ。俺には人を斬る趣味はない。何をアホなこと抜かしとんのや。刀は人を斬るためにあるもんや。人が斬り通って斬り通ってしゃあない。それが剣士の本音なんちゃうか。俺は近藤局長の理想を実現したいだけ。そっか。せやけどこないな上物、わしやったら絶対もっと追い詰めるんやけどな。ほう、やるやないか。何をやっとるんや。もう試験は終わったんやぞ。ええやないか。ちょっとや、ちょっと。兄ちゃん、わしの離心流は一味ちゃうで。そうか。ぜひ味わってみたいもんだな。わしの勝ちやな。ふう、引き分け。あ？な。ノエ、納得いったか、ソウジ。何も言や、こいつ。そこまでだ。副長。新選組副長の土方歳三と申します。斎藤はじめさんですね。ああ。長倉との試験試合、そしてこの狂犬とのやり取り、一部始終拝見させていただきました。そこであなたに折り入ってお話ししたいことがある。なんだ。このような場所ではなんです。今晩祇園の椿楼という料亭でお会いしませんか。二人きりで。わかった。それでは後ほど。結構やるやないか、兄ちゃん。あんたもな。だが、まだ勝負はついてない。なんなら続きをやってもいいんだぜ。ふん、やめややめや。今日はどうも調子が出えへん。仕切り直しや。ほんな。いろいろ無礼をしてしもたな。うちの狂犬が。いや、構わない。だができれば
最後まで手合わせ願いたいところだった。ふん。奴の剣は俺の力で押す剣と違う。速さで圧倒するもんや。宗司の離心流はどうやった？まだじっくり見せてもらったわけじゃない。だが可能性はあるな。何の話？いや、俺が勝つ可能性もあったなという話だ。そりゃどうやろな。ん？宗司の本気はあんなもんちゃう。本気やったら今頃あんたの首に穴が開いとるはずや。カモさんのようにな。カモさん？前にもう一人の局長やった芹沢さんのこっち。芹沢カモか。確か身内に八つ裂きにされたとか。それじゃあ沖田がその芹沢を切ったってことか。さあ、お前は知らんでもいいことや。俺もつまらんこと言うたわ。とにかく沖田総司は新選組の一番隊の頭を任される男や。その男にあんたはどうも気に入られたらしい。喜んでいいのか？いや、あいつは腕の立つ男と見ると仲間だろうがその地で自分の羽織を染めたがる。あんたもせいぜい気ぃつけるんやな。沖田総司か。
くださいね。さあ、いかがでしょう。どうぞ。そんなさせてください。どうぞ。安うな。ねえ、あれ、あそこを見てくれやつ。行ったよ。お着物が。いらっしゃい。
Thank you.